委員会をを再開いいたしまますすすそれでは建設局に対する一般質問を行います昨日までに津田委員から電柱の移設について鈴木委員から土木事務所と緑管理事務所の統合機能強化についておよび道路の利活用の推進について下村委員から通路橋適正化事業について豊田副委員長から岩倉三宅町の停止線設置についておよび 東本願寺前市民緑地整備事業について、それぞれ一般質問の申し出がありました。そこでお申し出いただいた項目を踏まえ、先ほど申し上げた順に、それぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたします。この一般質問の質疑時間は、答弁を含め、1人当たり10分以内といたしますので、10分以内に質疑を終了していただきますようご協力をお願いいたします。また、関連質問も同様の取り扱いといたします。 なお、申しのあった方以外の委員の質問は、当該質問に関連する内容以外は見めませんので、ご承知おき願います。また、次にあたっては、所管、事務の範囲から外れないようにお願いいたします。それでは一般質問を行います。まず、電柱の移設について、津田委員、どうぞ。津田委員。えっとそれではあの重要な社会インフラであります、えー、電柱の移設に関しまして、えー、質問したいと思います。 あの先ほどもですね都市計画局の時でも時にもお伺いをしたんですけれども、先日の総務消防委員会において、行財政改革の計画案が示されまして、厳しい財政状況の中、ですね建設局としては、やはりあのしっかりとインフラを支えるという役割を果たしながら、ですねまた計画をしっかりまた着実に実行していくという必要があろうかというふうに思っております。そういうい意味でね総論としてこの 建設局としてどのような取り組みを進めていかれるのかまあ、簡潔にお答えいただけたらと思います今井建設局部長はい、えー、行財政改革計画についてでございますえっ、ー、と前南の、えー、本年1月に、えー、今後の行財政改革の視点及び主な改革事項いわゆるあの改革の視点が、えー、公表されておりますが、えー、こちらの方では投資的経費の見直しとしまして鴨川東岸線第三航空など 道路整備事業等の予算計上見送りなど、まあ、あの我々としては非常に重大な項目が掲げられております。あの今回、業財制改革案におきましては、建設局に関わります個別具体の取り組みとしましては、土木事務所と緑管理事務所の統合機能強化、あるいは道路、公園等の利活用の推進、まあ、こういった項目が掲げられたところでございます。 一方で、全体に関わる項目になるわけでございますが、建設局にとりまして、事業推進にとって最も影響が大きいと考えておりますのが、投資的経費のマネージメントという項目でございまして、こちらにつきましては、投資的経費の一般財源につきまして、単年度当たりの上限を170億円に、それから、資材発行の上限でございますが、こちらは380億円と。 われわれの事業推進にとってまあ大きな影響はあるということで認識をしておあ今おっしゃったんですけど、えー、投資経費ですね、これ、上限を定めるということでございますけれども、まあ、局として、どのような影響が出るというふうに感じて、えー、考えておられますか今井部長。 はい投資的経費の上限の設定につきましては、本市全体としての投資的経費に上限を定めるというものでございまして、直接我々の建設局の事業にどのような影響が及ぶのか、どの程度の制約がかかってくるのかというのは、実際現時点では明確に把握できていないというのが実情でございます。しししかしながら限ら限れた全体の枠内におきまして あの当然、他局におきましても必要な事業は実施されされると、でその上で、まあ我々の、えー、災害防止などの安心安全にかかる経費、あるいは、えー、今後、増大が見込まれます公共土木施設のまあ維持・修繕にかかる経費、まあこういった経費を賄っていかなければならないということで、えー、まあそれも他局の動向に左右されるということで、非常にまあ厳しい状況になるのではないかということで、ま危惧をしておるところでございます。まあ、こののためあのー 公共土木施設の整備、完了を担う建設局としましては、まずはやっぱり市民の安心・安全を守っていく、この点をまず大前提としつつ、一方では中期的視点を持ちまして、事業の優先順位付け、こういったことをまあ厳格に行っていく、そういった厳しい対応を今後、しっかりと行っていく必要があると考えているところでございますまああのえ今もおっしゃったように、お金のこともね、私は大事だと思いますけれども、一方で、市民の命、安心・安全。 お、えー、守りこのインフラ整備、えー、あ,るあるいはね、まあ、都市の,この成長につながるような、ね、取り組みというのも、私は将来のためにあの後退させてはならないというふうに思っております、まあ、あの難しいかじ取りだとは思うんですけれども、まあ、この中でやっぱり国や、あるいは民間事業者と、そういった力もね十分にあのお借りして、そして最大限のものを知っていただきたいなというふうに思っております。で そこであの、えー、インフラ整備のうちでも、まあ、電力供給や通信サービスなどはです、ねえー、市民の安心安全な生活はもとより、今のコロナ禍でのテレワークなどの、まあ、経済活動を支える、まあ、大変大切な設備であるというふうに考えておるんですけれども、一方で、えー、市街地の強いな道路に設置されている電柱などは、まあ、通行に影響があるということもあります。まあ、本市が管理する、えー、道路上には どのぐらいの電柱があるのか、またこの法的な位置づけはどうなっているのか、教えてください長尾土木管理部、道路防災担当部長、はいえー、まずあの、路上に泥の程度の電柱があるかについてでございます。本市が管理する道路に設置されている電柱は、関西電力が約8万5千本、NTT が約4万7千本でございます。 電気、ガス、上下水道などのインフラ施設は、社会生活上極めて重要な施設でございます。これらの専用については、道路法上いわゆる義務専用として一定の基準を満たした場合は、道路管理者は専用許可を与えなければならないとされているところでございます。以上でございいますまあの法的には、えー、義務専用ととうこ,とということで えあります。まあ、それについてはあの理解をいたしました。で、まあ,あのいろんな事情によってね、えー、ま電柱をこう移設するというようなことがあると思うんですけども、この費用負担はどのようなルールがあるありますでしょうか。長尾部長、はい。ルールについてでございます。電柱の移設にかかる費用につきましては、道路管理者が実施する工事に伴う,う場合など。 の一部を除きまして一部の移設を除きまして原則道路か原因者が負担することとなっております以上でございます在院あの電柱のね活用についてはこれまでもあのいわゆる電線ですねまあが中心であったと思うんですけども、近年まあ大変いろんな分野で ic t 化が進んでいるということやあの技術の進歩に伴いましてですね光ファイバーとかそういった 高度化が進んでいいいるという,ふうに思いますでこのような光ファイバーなどの設置があの設備が、ね、設置されている場合は、えー、移設に伴う費用がです、ねえー、上昇するというふうに思われるんですけれども、えー、京都市や市民にはどのような影響が出ていますか。長長尾部長 はい、影響についてでございます。まずあの、えー、高度化された施設の一例といたしまして、えー、光ケーブルやメタルケーブルなどが設置されていることは把握しているところでございます。主な影響といたしましては費用の上昇が考えられます。上昇する費用は設置されている施設の内容や規模にも異なりますが、えー、数百万程度数百万以上の場合もあると認識しているところでございます。以上でございます。<員>数百万ですね。 i c d 側はねあのまあコロナ禍でまあ担い手不足を背景にさまざまな分野でこれまで以上にまあ重要な重要性が高まっているというふうに思いますけれどもこのような中、ですねえいわゆる専用企業者の社会的な責任も増していくというふうに思いますとこの移設にかかるコストの上昇に対してね本市としてどういう取り組みをされていこうと思っておられますか。長尾部長部 はい、津田議員ご指摘の通り移設に係かかるコストの上昇は重要な課題と認識しています電柱の専用は必要性は極めて高く義務専用であることから電柱管理者と課題をの共有を図りしっかり意見交換をしてまいりたいと考えておりますこのようにあ以上でございます津田議員先ほどから申しますようにねあの電柱はまあ,あの市民の安心安全 うんまあ、あるいは経済活動に欠かすことのできないものだというふうに思いますので、まあ、この安全性を、ね、しっかり確保しながらです、ね、このコスト、えー、を、まあ、本市の負担の削減に向けて、ねえー、関係者と、まあ、しっかり議論をしていただきたいと思いますし、まあ、今回、電柱の移設というあの事案を切り口に質問をしましたけれども、冒、え、頭、ー、に触れましたように、えー、行財政改革の実行が、まあ、大変重要であると思いますし、建設局としても、えー、市民の暮らし、安全を絶対に守りつつ、 出版、えー、の事業で見直しをできるもの、まあ、改革できるものをしっかり点検して、着実に取り組みを進めていただきたいと思いますが、最後に決意をお聞きしております谷口建設局長、はいえー、今回の行,、えー、行財政改革計画、これにつきましては、えー、本市が、まあ、財政、再生団体に陥るかもしれないという、まあ、強い危機感のもとに、全庁が一丸となって取り組まなければならないで、我々もそういう意識の中でしっかり取り組む必要があると。 いう,ふうに認識しております一方であの、先生からもあの、えー、とご指摘いただきましたように、我々建設局というのは市民の安心安全を担っていると、えー、それについてはしっかりと受け止めて、今後も公共施設の維持管理と、えー、市民の安心安全に必要な事業についてはしっかり進めていきたい、併せて、えー、今回ご質問いただいたような電池の件をはじめとして、えー、今回を契機にあの見直しとか改革ができるもの、まだまだあると思っております、それについてもしっかり取り組もさせていただきます以上でございます。 この件に関連して他にございませんかなければ次に土木事務所と緑管理事務所の統合機能強化について鈴木委員どうぞ鈴木委員はいえっとですねあの、まあ、行財政改革として、えー、明記されていることで すべての公共土木施設を一元管理する体制を構築して、市民要望等の窓口のワンストップ化による市民サービスの向上とあります、でこれを聞くとね、見るとね、もうこれは市民にとって活用しやすくなるのかなというふうに、この文字だけ見ると非常に評価してしまうんですけど、もう一つ、あの民間委託も含めた業務の効率化の推進をというふうに記載されてるんですけど、まあ、この業務委託というのは、 あの今京都市の職員さんがやってはる内容を民間の方にお願いするという意味なのかそれでその内容はどんなものかということを教えてください今井部長はい土木事務所と緑管理事務の統合機能強化ということでございます あのまず目的としましては、やはりあの土木事務所の機能強化、とりわけの災害の激甚化が進んでいる中で、やっぱりその強化を図る必要があるというのが、まず問題意識の契機でございます。その中で、土木事務所と緑管理事務所を統合しまして、公共土木施設をまず一元的に管理をしていこうと、その中で、そのプロセスの中で、業務の効率化、合理化を図っていきたいと考えております。 その中で今、委員の方からご質問をいただいております民間委託課、これもそのプロセスの中で一つ検討していきたいと考えておりまして、具体的には行政判断が求められる場面が少ない、あるいは計画的に実施できるような業務、そういったものを抽出していきたいと考えておりまして、今、詳細は検討中ではございますが、一例として挙げますと、 えまあ例えば除草であるとか、樹木選定、こういった業務につきましては、われわれ直営の職員がやるということもまあ,あ,のあ,りあ,のありますが、一方でやっぱり委託化が効果的ということで、今、現状考えておるところでございます鈴木、はいえー、と現状の中の検討の内容としては理解いたしました。それれででですねここのあの統合機能強化でこの財政改革としてて言われている この分野ちょっと分かりやすいなと思ったんで聞くんですけども、いかほどの財政的な効果があるのかという、ああきっちりは言えないでしょうけど、民間に委託するということもありますし、ああの緑のね事務所2つが空くということもありますので、大体どれぐらいは効果があるかなというふうに見込んでおられるのか分かりますでしょうか。今井部長 はい、統合による財政効果でございますが、あの申し訳ございませんが、現時点で具体的な財政効果というのが、必ずしも明確にはなっておりません、ただ、考え方としましては、まず事業所の数が10か所から8か所に減少いたします、このことによりまして、光熱水費の削減、それから職員でございますが、間接部門の職員の削減、これは確実に実現。 できるかなと考えておりますまた統合機能強化と合わせまして、先ほどご質疑がありました、民間委託化も検討しておりますので、それによる財政効果もあり得ると考えております。さらにでございますが、間接的な効果でございますが、少し質疑でもありましたが、緑管理事務所の2カ所の敷地、ここが基本的には開くことになるかなと。 想定をしておりまして、のそのこの部分の敷地、土地の有効活用、こういったものが可能になるのではないかと考えているところでございます鈴木えっと、それで、あのえっとどこかページに、あのちょっとあの要するに、人の職員の削減で、土木部門で30人というページがあったんですけどね。この この,このえと改革の中には、30人の中の1人は入っているとか、そういうのは、もう分か今部長、はい、あのご質問いただいておられるのが、行財政改革計画案の,あの47ページにおけまえ今後5年間に見込む主な増員原因ということで。 土木部門、これが都市計画まあ局で言いますと都市計画局と建設局が当てはまるんですがそちらで5か年で約30人の原因を見込んでおるということが掲載されております。これにつきましてはえとまああの具体的にどの項目で何人という一人単位での積み上げ をあのできているわけではございませんが、当然その、えー、まあ、えー、全体見込む中でこの、えー、土木事務所の機能強化、えー、体制見直しのによる言も含んでおるという考え方でございます。鈴木<き>何人はわからないけど含んでいると考え方としては含んでいるということで理解しました。それでですね、あのちょっと私もこの文書の中でわかりやすいところということで今日は質疑させてもらったんですけど、この この,この中で、えー、建設局が絡んでると言いましょうか、がなっているところの、ちょっとピックアップしていただいて、資料としていただきたいと思いますので、えー、後でお分かりください。これでで一旦終わるんですよねこの件に関連して他にございませんかなければ続けて、道路の利活用の推進について、鈴木委員、どうぞ。 えっとそれでは26ページのところに、えー、かあのこのすみません、冊子で書いてある、あの新たなニーズに応える、えー、道,道路利用の検討というふうに、まあ、あの書いてあるんですね、後半はあの講演のことだと思うんですけど、この道路の,、まあ、あの利活用ということなんですけど、これはこの間、あの社会実験されているあの大きな広い道でね、 あの商店街の方々との協力で2か所ぐらいあの社会実験されていると思うんですけど、まずはその社会実験されている、まだ終了してないと思うんですけど、どんな塩梅で進んでいるのかという状況と、あとこ、ここにある検討というのは、それ以外でどんな内容を検討されているのかということを教えてください梅原技術企画担当部長。 はい、あの新たなニーズに応える道路利用の検討ということでございます。あの、これまでですね。あの交通日商があるということから、まあ、原則、その飲食店なんかをですね。 道路の前に張り出してっていうことでのまあ利用というのができなかったということでございますけれどもまあコロナ禍というのを受けまして3密を回避するそれからまあ飲食店を支援するとそう,いうかそういった観点からですね国においても道路専用の許可の基準が緩和されたということでございます先ほどまあご紹介がありましたけれどもあの現在2つのえまあ商店街の方でまあ道路を利活用した取り組みが進められているということでございまして一つはまあ河原町のたこやくし商店街ということで昨年の10月 からそしてまあ伏見区の、えー、伏見お手筋の方ではでは11月からということで、まあ、継続的な取り組みをされているというところでございますまあ、そういった状況でございましてでこれが今後ですねどのようなまあ広がりと言いますか別の場所でというふうなことでのお話ということでございますけれどもあのまあ道路の機能というのはですね言うまでもなくまあ人とか自転車 車がです、ね、安全に通行できるということが一番の役割ということでございまして、まあ、この取り組みなんですけれども、まあ、その商品台を前に出すとか、まあ、テラスを出すとかいうことになってです、ね、その残ってるその歩行者空間 これが非常にまあ大事ということでございまして、そういったところが取れるところというところがまあ限定されるということと、それからの商店街につきましても、商店街の方から、ないますか、こういった取り組みをまあしたいということで、手を挙げていただくということが大事かということでございまして、こういった条件から、現在のところはまあ2つの商店街での実施ということになってございます。その他の商店街で、今のところ、具体的にどういったところかということでいうのはないございませんけれども、ま、あ 今回2つのですねこういった商店街の取り組みですね、こういったものをさまざまな場面で PR することによりまして、ですねそういったことの取り組みが広がっていければというふうに考えてございます。以上でございます鈴<木>、はい、ということは、あのまあ、2つの実験を、えー、しっかり見届けながら、ただその後何か京都市内等々で使えるところがあるかというと、かなりまあ限定というか。 そんなにたくさんあるわけけではないなないいみたたた今答弁から印象を受けましたまあただあのえっと最後にこの行財政改革というのは最初ちょっとあの1つ目の質問ではいかほどの財政効果があるのというような質問もしましたけどねやっぱりあのえっとお金を削減するということがありきではなくてやっぱりこういう改革というのは常にあの業者さんも元気になるし住んではる方がやっぱり あのしっかりと生活が成り立っていくようなそういう付属,付属的じゃないそれが中心になるようなあの例えば今やってはることやったら商店街の人たちが潤ってしっかりと税金をさえその納める力も増えるし住んではる方々や通る方々がねいいなあと思えるようなそういうふうな何て言うんでしょうかねやっぱり 市民にとっては魅力のある改革そのものもしっかりやっていくというね、そういう視点にしっかり立っていただきたいと思いますが、最後、ご答弁聞いて終わります梅原部長、はいあの。この取り組みでございますけれども、ま,あ、まさにあの地域の活性化の推進ということで、まあ、この取り組みを通しましてですね、 ま、飲食とかそれから販売意欲が高まる。それからまあ物が売れてまあ飲食のお客様が増えて、社会経済活動が活性化するまあ引いてはですね。それがまあ税収上に繋がるというふうなもの、そういったもののまあ寄与するものというふうに考えてございます。まあ,あのそういった中でですね。まあ道路というまあ貴重な公共空間利活用についてですね。しっかり今後も取り組んでいきたいというふうに考えてございます。以上でございます。 先ほどの質問の中で鈴木委員から要求のありました、行財政改革計画で挙がっている建設局の事業の資料については、リー者ャ、提出できますか、今井部長。はい、えー、建設局の事業にあの直接関連する部分を整理をしまして、資料として提出をさせていただきます。提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。リー者ャにおかれては、なるべく早くご提出いただきますよう、お願いいたします。 この件に関連してかにございませんかなければ次に通路橋適正化事業について下村委員どうぞ。下村委員。えよろしくお願いいたします。あの何年か前に松井的委員会る、えー、所属しているときにこういったご報告いただいたような記憶はしております。まずあの 前段としては京都市が管理する水路については平成17年4月以前はあ、えー、ふうというのは国が実施した地方分権の取り組みの一環として京都市の方にそれ以降、まあ、移行されたということで,で京都市の方については水路等管理条例が制定され、えー、また事業が新たに付加されたということですけどこの水路,橋には水路には個人などが所有する宅地などに人や車 こういった人が入るための簡易な橋が設けられているということですけれども、あの府が管理していたときから基準を満たさない通路橋や専用料が未納な事案などがあったと、そういった意味で安心安全をもとより、公平化の確保が重要な課題になったという,ふうにことも認識はしております。このような状況を踏まえて、平成28年度から全所対象に実施されている通路橋適正化事業についての質問を何でかさせていただきたいというふうに思います。 京都市が管理する水路等においては、専用許可を得ていない通路橋が多数設置されていたことから、通路橋適正化事業、令和2年度末までの管理を目指して進めてこられたというふうに伺っています。そのの取り組みの成果についいいいてままずお伺いしたいと思います長尾部長 あの取り組み成果についいてでございます、えー、令和2年度末時点の進捗状況は建設局が所管する水路等に係る水路橋約3830件のうち約3780件の適正化が完了し適正化率は事業着手前の43%から約90 99%となりました。これもひとえに市民の皆様のご協力と議員の皆様のご尽力のようにより、おおむね事業が完了することができたと考えている次第でございます。以上でございます。島村委員。取り組む前の43から99%の適正,率か適正化率というふうにお聞きして、非常に確実に進捗していることが理解をさせていただきました。一方であの いまだ50件が残っているということも伺っておるんですけども、この50件、いわゆるその内容について、改めてご報告いただけますかね。中尾部長。はい、えー、残り1%の50件の取り扱いについてでございます、えー。残る50件につきましては、まず内訳でございますけども、えー、所有者が不明なものが20件。 所有者が判明しているものが30件でございます。また所有者が判明している30件には、未申請かつ専用料相当額が未納や物置、施設、施設資材置き場として利用されており、そもそも通路橋としての許可ができないものがあったということでございます。以上でございます下村委員 まあ、あ50件残っている未了という案件ですけれども、これに対して、まあ、なんて言いますか、えー、99%は非常に頑張れたんですけど、これから非常にまたハードルが高いかと思いますけど今後、どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただけますか。長長尾部長 はい、今後の対応策についてでございます。この5年間につきましては、それまでの経過を踏まえまして、丁寧な説明を行い、申請につなげてまいりました。残る案件につきましては、レベルを上げて指導を行っており、今年度に入り、すでに3件の適正化が図れたところでございます。 今後につきましては、許可が可能なものは引き続き申請などの手続きを進めるよう,進めるよう求めるとともに、専用料相当額が未納な場合は、法的措置による回収も視野に入れて検討を進めてまいります。また、許可ができないものにつきましては、京都市水路と管理条例に基づきまして、文書指導など、より強い是正指導を段階的に進めていく所存でございます。 許可ができない案件17件、もともと人や車等が通路を通る場合については条件としては OK されてるわけですが物置とかそういうものはだめなんですかこの17件許可ができない案件はおおむね適正に文書指導とおっしゃったんですけどそれはいわゆるそのまま通路共通使用したいのかもともとそこはなくてもいいから指導に従わないのかその辺はいかがですかね。 そのあたりの事情につきましては、正直言いまして、個々にちょっと事情を聞く,聞くと,ると、ケースバイケースでございます、まずあの我々のといたしましては、まあ、許可できないものにつきましては、条例に基づきまして、しっかりあの適正な指導をしてまいりたいと思っている次第でございます。下村委員 まああのー、もう一点の方は、あ所有者不明20件ほどあるというふうわっています、まあ、空き家の方も所有者不明で大変な問題が起こっていますけれども、この所有者不明の通路橋20件については、どのような対応をお考えなのか、お聞かせください。長長尾部長、はいえー、所有者不明のお通路橋についてでございます、えー、これまでに連絡が取れない、あるいは開発業者が所有していたが倒産しているなど、所有者が不明なものがございます。 これまで、えー、所有者の特定に向け関係する土地の登記簿調査などに加えて、えー、所有者自治会や、えー、周辺住民の皆さんの聞き取りを実施しております。 所有者が判明したものにつきましては、順次許可しているところでございます。一般的にはツールの管理は所有者が行うものでございますが、自治会や周辺住民の方々が管理にご協力いただける場合にも、管理を、許可を出すということで、適正化を進めてまいりたいと考えている次第でございます以上でございます。塩村委員分かりままししたたたた引き続き続残された部分適正にに、えー、執行てていいいだけたとううふうに思ってますけども あの水路を使用するに対しては一定の専用料がいるかと思いますけれども今回の取得の結果専用料はどの程度以前とまあ44%から99%とかありますけどどの程度増加したのか確認の意味で教えていただけますか長長尾部長専用料の増加についてでございます令和2年度決算額で約2150万円となっており えー、着し事業着手前のお約千二百五十万から約九百万円の増収となっているところでございます。以上でございます。下村委員、わかりました。あの水路橋等に関してはやはり私先は出身ですので、あの伊があ松ヶ崎とか下釜とかまあ上高野とかあそういったところにあると言ってまあ二メートルぐらいの河岸があってそして水路橋があって通路橋があってまあ非常に 風情があるという感じです、ね、だから京都市にとってはやはり周辺だ,だけの問題かも分かりませんけどもまあそれなりに、えー、町に根出した地域に根出した景観であろうかと思いますのでそれが、えー、5年間で99%まで適正化にこぎ着けたということですが大変なご努力だったというふうに思っておりますまあ,あの引き続き残り 1%50 件という問題もありますけれども え大変なご努力の上に、さらに努力していただかんだと思いますけれども、新たな無許可の事案が生ずることのないよう、引き続き適正にお取り組みいただいて、住民の方も便利,便利だと、そして地域の方もえ公平感を感じるに、あそうかという感じの納得感があるように、しっかりとお取り組みいただくことを要望して終わりたいと思います。しくお願いしますこの件にに関連して他にございませんか なければ次に岩倉三宅町の停止線設置について豊田副委員長どうぞ豊田副委員長 はい、よろししくおお願いいいいいたたまますす、えー、岩倉三宅町の停止線設置についてて伺いをさせていただきます土木事務所には、まあ、地域住民の皆様からさまざまなご要望が寄せられていると思いますけれども、その中でも市民の皆様の日常の安心・安全に直結する交通安全対策についてのご要望が寄せられた場合、どのようにご対応されているのか、ご説明をお願いしたいと思います。藤谷道務管理部長 はい、えー、道路の交通安全対策について、まあ、これ、ご要望を、あのー、よくいただくわけでございますけれども、まあ、そういった場合につきましては、えー、土木事務所ではまず、まあ、どのような危険があるのかということを、まあ、ご要望者から詳しくまあお聞きをいたしまして、えー、現地調査を実施するとともに、必要に応じては、えー、京都府警との立ち会いなどを行っているところでございます、でそういったことをしながら、現状や課題、これをしっかりと把握した上で、対策を実施しているというところでございます。 また、小学校の通学路あるいは保育園などのお散歩コースですねこういったところが要望箇所である場合につきましては通学路交通安全推進部会 それとか児童の移動経路交通安全推進部会、こういった部会がございまして、この既存の枠組みを活用いたしまして、所管の教育委員会、あるいは子ども枠・子ども若者育組み局、あるいは区役所など、関連機関とも連携を密に取りまして、情報を共有しながら、子どもの安全対策、これに取り組んでいるという状況でございます。長委員長 はい、あの私の地元の、まあ、この左京区岩倉三宅町では、まあ、周辺に小学校や保育園がございまして児童が大変多く通る生活道路の交差点がございますその交差点は、まあ、南北の道路がずれた形となっておりまして変則的な交差点であって、まあ、地域の安全子どもたちの安全の確保の観点から何らかの対策が必要であると考えられております交差点のまあ沿道にはすでにまあ民家が連なって立っておりまして この交差点の大々的な改良整備は困難と考えておりますけれども、ソフト対策として、交通規制等による安全対策について、所管と協議をしていただいているとお伺いをしております、その状況についてはいかがでしょうか。谷部長 はい今、あの先生の方からご指摘のありました、まあ、交通規制につき、えー、関連いたしましてでございます、まあ、の管轄する下鴨警察署に対しましては、まあ、ご要望の内容これを土木事務所あるいはまあ我々本庁舎からもお伝えしているところでございますで東海交差点におきましては東西の道路に横断歩道とともに停止線が設置されていることまた南北の道路については一定の見通しも確保されておりまして かつ過去5年間の事故が発生していないという状況がございまして、交通規制の必要性が認められないというのが、所轄、えー、の下鴨署の、あのー、見解であるというふうに聞いているところでございます。京田副委員長 はい、あの下駒署の見解についてはまあ理解をさせていただきました、まあ、しかしながらまあこの交差点は地域の方にとってまあ危険な箇所と感じている交差点でございます、まあ、京都府警において交通規制ができないのであればまあ道路管理者である建設局として何らかの安全対策を講じることはできないのかまあご,ご検討はいかがでしょうか。水谷部長はい あの建設局といたしましては、まあ、これまでから東該交差点の安全対策といたしまして、まあ、カーブビラーの設置、これをすでに行っているところでございます。えー、ですが、まあ、現地の状況、あるいはまあ先生のご指摘も踏まえまして、京都府警とも連携をしながら、南北道路を通行する車両、これがまあ交差点に進入する際にです、ね、まあ、注意して走行していただけるように、電柱膜や注意喚起看板を設置する、こういったことを今、考え これを通じて、ドライバーへの啓発を実施し、地域や子どもたちの安全確保、これに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。長副委員長 あの引き続き、建設局としてできる対応をまあしっかりと進めていただきたいと思います。まあ、今回、岩倉三宅町の交差点について、建設局のご対応をお伺いしたわけですけれども、安全対策等はまあ市民の皆様の安心・安全に直結する重要な取り組みでありますので、引き続きまあ関係機関と連携しながら、しっかり取り組んでいただくことを求めて、終わらせていただきますこの件に関連して、他にございませんか。 なければ続けて東本願寺前市民緑地整備事業について豊田副委員長どうぞ豊田副委員長はいえっ、ー、と続きまして東本願寺前市民緑地整備事業についてお伺いさせていただきますえこちらの事業につきましてはまあご地元である下村委員がまちづくり委員会でもまあ議論をまあ。 深めてこられまして、ま地元でも地域の皆様とともに力強くま熱心に取り組みを進めていただいている事業でございます。ま、改めて、えっと6月2日からこの事業に対する寄付金募集が始まったわけでございます。けれども、ま本事業の目的と現在の状況、今後の予定を改めてお伺いしたいと思います。浅山緑政策推進室事業促進担当部長。 はい、えーまあ、東本願寺前市民緑地の、えーまあ、目的と現在の状況と今後の予定についてでございます、えーまあ、東本願寺前につきましては、えーまあ、下京京都駅前のサマーフェスタなど、まあ、地域の方々とともに、まあ、京都市とかまた東本願寺をはじめとした、えー、関係者の方々がまあ共同して、えー、地域の活性化に向けた取り組みというものを進めさせていただいております、まあ、そのような中で、えー、京都駅周辺の活性化に取り組む京都市とそれと地域に開かれた門前を目指す東本願 感じの思いが一致をしましままてこれまで以上に,、えーまあ、にぎわい憩いの空間また歴史文化発信の空間また修学旅行生などのおもてなしの空間となるよう本市管理の一堂部分とそれと、えーまあ、東本願寺所有の緑地部分につきまして本市初の市民緑地ということで一体的な緑の空間として 整備を進めてていいきたいと考えております今、現在の状況ですが、京都府警様との協議というものを、えー、と行うとともに、まあ、本市と東本願寺との間で、まあ、市民緑地にかかる契約というものを令和3年6月末に締結していく方向で今、調整をさせていただいており、令和3年10月に工事に着手をさせていただきまして、えー、とまあ令和5年3月の供養開始を目指していきたいというふうに考えております。はい、以上でございます長 はいあの財政状況がまあ、極めて厳しい中、まあ、この事業を完成させるためには、まあ、市民の皆様をはじめ多くの皆様からご協力をいただくことが不可欠であると考えております。まあ、京都市の緑政策にまあ、多大なご貢献をいただいております京都造園建設業協会の皆様もまあ、大変期待をされている事業でございまして、まあ、多額のご寄付のお申し出もいただいているところでございます。まあ、企業版ふるさと納税に続き個人版ふるさと納税の募集も開始されたと聞いております。 ますけれども、今後の見通しと決意を聞かせていただきたいと思います。浅山部長。 はいえー、とまあ寄付の今後の見通しと,、えー、とまあ決意ということで喋らさせていただきます。あの今現在、まえー、と先生からも,、えー、ともご紹介ありました通り令和3年2月から、えー、とふるさと納税の企業版という形また令和3年4月からは個人版のふるさと納税での寄付の募集というものの開始をさせていただいておりましてまた今年の秋頃からは、まあ、短期集中型になるんですけどクラウドファンディングでの寄付の募集というのも,、えー、とも予定をさせていただいている。 というような状況です その中で寄付の目標額なんですけど、今現在、ふるさと納税と,あとクラウドファンディングを合わせまして、1億円という形の目標を立てさせていただいて、しっかりと取り組みを進めていきたいというふうに考えております。あと先ほど先生からもありました、京都造園建設業協会の方にも寄付のお話をさせていただきまして、今現在のところ、会員様の2社の方から寄付の申し出をいただいているというような状況もあります。今後なんですけど 寄付の募集にわたりましては。 えとこれまでの取り組みに合わせまして東本願寺の門徒さんとかあと関係者への周知とかあと京都市内外の企業とかあと各種法人などあらゆる方々にまあ市民緑地の整備の意義とかあとえ効果なんかをしっかりと,えっと分かりやすく丁寧に説明をさせていただきましてまあ広く寄付を呼びかけていきたいというふうに考えておりましてまたクラウドファンディングにおきましてはまあ東本願寺とも協議をさせていただきまして 魅力的で、まあ、寄付をしたくなるような返礼品なんかも考えるなど、さまざ、あ、まな視点での取り組みを進めまして、1億円の目標額の達成をしていきたいというふうに考えております。 はい、あの本事業は、本市初の市民緑地整備でありますので、この事業の成功が新しい,新しい次の事業へとまあつながっていくことと期待をしております。令和5年3月の完成に向けて、しっかりとまあ取り組んでいただくよう求めて終わらせていただきます。この件に関連ししてごございまませんか以上でで局を終わりますご苦労様でした 委員の皆様はしばらくお残り願いますまずはじめに次回の委員会でありますが6月24日木曜日に開会いたしますのでご予定のほどよろしくお願いいたします次に今年度の本委員会における年間テーマの設定についてですが政府副委員長会議における協議の結果水コロナ社会における持続可能な都市環境の創出を年間テーマとすることでまとまりましたが何かご意見がありましたらどうぞ それではウィズコロナ社会における持続可能な都市環境の創出を年間テーマに設定することに決定いたしますこれをもって本日の委員会を散会いたします委員の皆さんご苦労様でした